今回はもやい結びのほどき方の説明です。動画を最後まで見ていただくと誰でも簡単に覚えれますので、ぜひ最後まで動画をご覧ください。合わせてチャンネル登録やいいねをしていただきますと励みになりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。まずはほどき方を一回見ていただこうと思います。このように簡単にすぐにほどくことができます。続いてゆっくり解説していきます。この下に垂れているロープを輪っか側に送り込みます。ロープを送ったことでたるみができますので、そこを左手で掴みます。右手は半結びの位置もしくは輪っかの右側を持ちます。そして両手をこのようにカタカナの歯のような形で引っ張ることでほどきやすくなります。もう一度やってみます。垂れているロープを上に送り込み、そして左手で持ちます。右手は輪っかの右側部分、このあたりを持ち、カタカナの歯のような形でロープを引いていきます。非常に簡単ですので、ぜひ覚えてみてください。